朝にカラスが鳴く時は夜に必ず人が死ぬ。今日もどこかの六十じじいが生娘抱いて復唱し、赤く開いた口の中、ヤニで汚れた金歯が光る。投げ捨てられた捨ててこにゃ娘が飛ばしたアゲハチョウ。朝に花をが散れる時は夜に必ず人が死ぬ。今日もどこかのお釜野郎が一人男の奪い合い包丁握って軍艦待ち、黒い毛爪に喉仏浴びた帰り地、おふくろの墓のすぐそばの彼岸花、夜にネズミが鳴く時は朝に必ず人が死ぬ。今日もどこかの肉屋の狼が若いツバメと無理心中、はげたマニキュアがなおさら赤い、四十しからみ朝までも売れた体がまた燃える。人は誰かを殺してる、誰かを殺して生きていく、行き着く先は冷たい手錠。